石切駅は大阪府東大阪市場石切町2丁目にある近畿日本鉄道奈良線の駅。駅番号は A16、石切剣屋神社に近い駅である。新生駒トンネルの大阪川高校が駅付近にあり、東駅から氷炭山駅までの区間は33パーミルを超える勾配が連続している。かつては当駅と近畿日本生駒駅の間に、 アナ社、栄坂駅が存在し、東駅マイナス公社、栄坂駅間には塩トンネル、アナ社、栄坂駅近畿日本にイコマ駅間にイコマトンネルが存在していたが、奈良線の車両を大型化に対応するため従来のイコマトンネルより南側に断面を大きくした新イコマトンネルを建設することとなった。このトンネル新設に伴い塩トンネルは改作され、その後地に当駅は移転。 アナ社、A 坂駅は廃止されている。駅構内島式に面4線ホームを持つ、対比可能な地上駅で、ホーム有効長は8両である。駅舎は南北にあり、北駅舎は橋上部にある。石切神社に近い南駅舎は、築定西側にあり、地下改札となっている。東花園駅管理の友人駅で、 ピタパイ効果対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。内側2線が主本線、外側2線が対比線である。当駅の大阪方には片当たり線が設置してあり、大阪方へ向かう、当駅止まりの折り返し普通列車や回送列車は一番線を利用して逆線出発する。2018年11月13日における1日。 上降人員は8,887人である。近年は減少傾向にある。近年の1日上皇、乗車人員は以下の通り。石切の町並み石切の坂道駅からは、石切神社まで三道商店街が続いており、カーブと坂道の両脇に多数の店があって賑わっている。かつての石切駅はこの三道と近鉄奈良線が交差する付近にあった。 今も交差ガード付近に、かつての奈良駅ホームと階段の一部が残っている。ありがとうございます。